皆さんこんこにちは「ユース・ファクト・チェック・チャレンジ」にようこそ。 昨年の学生向けファクトチェックチャレンジから今年は対象をユースに広げています。だからあの学生に限らず、Z 世代のあたりの人たちですね、に参加していただいています。私は今回のファクトチェックチャレンジの日本で担当している古田大輔と申します。Google ニュースラボという Google の中でもちょっと一風変わった組織に所属しています。よろしくお願いいたします。 ファクトチェックチャレンジはアジア太平洋の各地域において8カ国語で実施されています。で、4月に実施するこのファクトチェックチャレンジから、この第1章の後も9月末まで全部で第4章まで続いていきますので、ぜひそちらにもご参加ください。第1章は皆さんのファクトチェックスキルの基礎的なレベルアップが目的となっています。で、そのためにも全部でこの8つのトピックを皆さんにこなしていっていただこうと思っています。 で本日のお題は高度な検索について。毎回最後にクイズを取材するので、そちらにも挑戦してください。正解者は得点をゲットして、でその得点はチャレンジの期間中ずっとあの計測していきますで。クイズは正確に答えるだけではなくて、早く答えた人に高い得点が与えられるので、できるだけ正確に早く回答するようにしてください。 そのためのまあコツとしてですね、今こちら皆さん YouTube で見てらっしゃると思うんですけれども、YouTube の方を例えばパソコンで見て、で、クイズの方はスマートフォンから回答を送信する、そのような使い分けをするといいかなと思っています。それでは中身の方に入っていきたいと思います。今日のレッスンは Google の高度な検索についてです。 Google はもちろん皆さんも使ったことがあると思うんですけれども、巨大な検索エンジンで世界中のコンテンツを検索して探し出すことができます。で、それによって、実はその Facebook だったり、Instagram だったり、Twitter だったり、TikTok のようなソーシャルメディアプラットフォームのコンテンツも探すことができます。ほんの少しこの検索の手法を知るだけで、そのあなたが探し出したいコンテンツを他の人よりも早く見つけ出すことができます。 ただ注意点として言えるのは、ソーシャルメディアプラットフォーム上のコンテンツを検索するときに、もちろんそのアカウントがプライベート設定している場合には検索ができません。あくまでパブリック、公開指定をしているものが検索できるということになります。この検索はファクトチェックにも不可欠なテクニックです。その中でも代表的なものを本日はいくつか実際の使い方とともに紹介していきたいと思います。 サーチオペレーター。日本語だと、検索演算子というちょっと聞き慣れない言葉でよく紹介されるようなテクニックが主なものとなります。Google を利用する人の多くは、単にキーワードを一つま、または複数打ち込むだけという人が多いんですけれども、実はこのサーチオペレーター、検索演算子を使うことで、あなたが狙った情報に絞り込んで検索をすることができます。で実際にこう実例を見ていきましょう。 例えば、まあ、これちょっと英語でやってみますね。あの、コロナ、COVID ですね。のコンテンツを、その、ツイッターの中から探し出してみたいと。しかも、その、アップデート、どんどん更新されるような情報ではないものを探したいっていう場合には、今みたいに c o v i d ス p ッ d a t e で、サイトコロン、ツイッター .com というふうに打ち込むだけで、実はツイッター上に投稿された様々なコンテンツを探し出すことができます。少し丁寧に一つずつ見ていきたいと思います。 じゃあ、例えば今度は、ワクチンについて調べたい。だけど、インフルエンザワクチンじゃないんだよねっていう場合にどういうふうにするか。ワクチンという検索の言葉を打ち込み、次にインフルエンザと打ち込むんだけど、その前にマイナスの記号を入れますで。注意点としては、このマイナスとイン,フルエンザのインフルエンザの間にはスペースは入れない。 で、逆に、これは絶対に入れたいという言葉の前には、プラスという記号を入れたりします。同じように、そのプラスと言葉の間には、スペースは入れません。だから、例えば、ワクチンで特にコロナのワクチンについて調べたいんだという時には、ワクチン、プラス、コロナというふうな入れ方もします。 で、これちょっと疑問に思った人もいると思うんですよね。これプラスい,けいらなくてワクチンとコロナでもいいじゃんって思った方いると思うんですけれども、まあ鋭いです。それでもほとんど同じ検索結果が出てきたりするんですけれども、出てこないこともあるんですよね。なので何かうまく自分の探してるものが出てこないなっていう場合には、このプラスを対応するといいと思いますし、英語のようにですね、そもそも単語と単語の間にスペースを入れるような言語の場合には、この検索によって検索結果がガラッと変わったりします。 このプラスと同じような効果を持つものとして、引用符クォーテーションマークがあります。で、このクォーテーションマークを入れることによって、検索結果に必ずこの言葉があの含まれるように、反映されるようにしてくださいというふうなサインになります。なので、例えばコロナに関して、その 5G、あの、ワクチン、 5G が原因でコロナに感染するみたいなデマがあの一部流れたことがありましたけれども、ちょっとあのデマについて深掘りして調べたいという時には、クォーテーションマークで COVID、CO 5G みたいに打ち込むとその情報がガサッと出てきたりします。で、この引用符ってすごく使い勝手が良くて、特にその英語系の検索をするときには不可欠なテクニックになっています。で、なぜなら英語は先ほども言ったように間にスペースを入れる言語、 で、例えば、ヘルスミニスター、健康に関する大臣についてちょっと調べたいっていうときに、ヘルスとミニスターで、健康と大臣みたいな、健康という言葉とその2つに分けて検索した場合、検索したい場合と、そのヘルスミニスターについて検索した場合って違いますよね。で、そういうときに、クォーテーマ、クォーテーションマークでその2つの言葉を囲むことで、この2つの言葉を1つのフレーズとして、一塊として検索するということも可能です。 で、次に、ぜひこれは覚えていただきたいのが、もう非常に使えるテクニックです。ドメイン検索と呼ばれるものです。この、s i t e コロンサイトコロンっていう、この文字をつけて、で、そのうち後ろに検索したい、狙いたいサイトの URL を入れる。例えば、TikTok のコンテンツを検索したいんだという場合には、サイトコロン tiktok.com と入れると、tiktok.com に、あの、アップされた tiktok 上のコンテンツを探し出すことができます。で、これは後ろが完璧な URL でなくてもいいんですよね。ドメイン検索と言われているんですけれども、このドメインという言葉はその URL の一部、後ろの方からを見たところ、まあ、あのネット上の住所みたいなものですね。で、そこから探し出すことができる。で、例えばですね、これよく使う手法なんですけれども、日本政府が管理する、あの、ウェブサイトっていうものは、後ろが go.jp というドメインになってます。まあ、例えば、厚生労働省だったら ,mhlw.go.jp みたいな感じですね。なので、この go.jp をこのサイトコロンの後ろにつけると go.jp というものが後ろについたサイト、ドメインの中から、がっさりとコンテンツを検索することができます。で これまた別の疑問を持った方もいると思います。それぞれのサービスの中に検索窓ってあるじゃないかと。あそこで検索したらいいんじゃないんですかって思った方もいると思います。でもこれはその Google 検索でこのサイトコロン検索をするときとその各サービスの検索窓で検索するときで検索結果が違ったりするんですよね。で、今あの皆さんに伝えている Google の検索テクニックをいろいろ使うことで各サービスの検索窓を使うよりも狙って自分の 探したいものを見つけることができるということが非常に多くあります。じゃあこれも実際に実例を見て,見ていってみたいと思います。これはですね、もう本当に非常に使える方法なんですけれども、Facebook 上のグループを調べたいと。例えば QAnon に関する陰謀論についていろいろ調べてみたいと。QAnon のグループが Facebook 上にもあるんじゃないか。 みたいなことを調べたいというときには、こうやって QAnon でサイトコロン Facebook.com スラッシュグループスというふうに調べると、このドメイン内にその Facebook のグループが収められているので、そこでその QAnon のグループを実際に探し出すことができますま。QAnon のグループだったり、QAnon のことを話題にしているグループだったり、たくさんなんですけども、それを探し出すことができる。そして、 同じことが、Facebook のページでもできます。で、ページの場合は、スラッシュページーズなんですよね。なので、先ほど調べたみたいな、例えば、5G とコロナに関して、話題にしている、その、Facebook 上のページを調べたいっていう時には、また同じように、5G、COVID、サイトコロンで face com、Facebook.com、スラッシュページズで、同じように探し出すことができます。これは、その、 いろんなこの Facebook 上のこういうふうなソーシャルメディアプラットフォーム、同じようなドメイン区切りをしていることが多いので、それを知っておけば、このサイトコロンの検索で様々な検索手法を実践することができます。次にこの使えるものがですね、このインタイトル検索。これも非常に役立ちます。このインタイトルコロンっていうものをつけることによって、そのタイトルにその言葉が含まれたページを探すことができます。 タイトルにその言葉が含まれているってことは、つまりその発信者の人がその言葉についてすごく注目したページとして作ってるっていうヒントになります。なので、例えばワクチンという検索を、で、コロナに関してこう注目しているようなページを探したいというときには、このワクチン、インタイトルコロンでコロナで検索ができます。で、いっぱいこれを組み合わせることもできます。手法を変えていきます。じゃあ、COVID。 に関してコロナに関して、そのすぐこれで特効薬で治りますみたいなことをそのフェイスブック上で話題にしている人たちを探したいと。で、その中にはもちろん怪しげなその回復方法を話題にしている人たちもいるはずだからそういうのを調べたいっていう時には COVID in title ンで、まあ、今回ちょっと英語でやってみますけど、Cure and Fast で、 キュアっていう回復っていう言葉だったり、そのファスト、早くっていう言葉を両方使ってるタイトルの中に、もので、Facebook の中でやってるもので、かつファイルタイプに、そのファイルタイプってファイルの形式ですね。で、JPEG、つまり画像を使ってるもの、これを探したいというときには、こういう風な検索をします。そうするとどういう風になるかというと、こういう風に見えます。COVID、インタイトルコロン、 q アもしくは回復か、あと回復とファスト、すぐに回復ですね。で、サイトとしては Facebook.com から調べて、ファイル形式は JPEG のものを検索してくれと打ち込むと、どん、あれ何かちょっと間違えましたね。あ、そうそう。これ、今、サーチ結果だけではなくて、これ JPEG で検索してるので、えー、イメージ図の方で出すと検索結果が見えるようになると。 日本語だと画像ってなってる部分ですね。で、そうすると、こうやっていろんな画像が出てくるし、その中には怪しげな情報を拡散させているものもあるので、そうやって探していくことができます。で、この Google 検索で、これまたすごく、あのー、重要なポイントが、期間を指定して検索することもできます。で、あなたが何か今調べ物をするときに、この期間のものが調べたいんだ。例えば、東日本大震災について調べ物をしていますと。 で、その時に、その当時の発信された情報を調べたい。もうすでに11年が経ち、その11年の間に膨大なコンテンツが出ているわけですけれども、その間の中で、その発生当時のことについて調べたいっていう時には、それを絞り込んで検索することも可能です。まあ、例えば実際に検索をしてみるときに、これも英語でやってみます。で、日本で2011年。で、そうすると今検索ワードでいろんな ワードが出てきましたよ、ね、で、やっぱり当時、海外の人の場合だと、津波という言葉で検索している人がすごく多かったので、津波っていうものが出てくるので、じゃあそれで検索してみましょうとなると、こういうふうに大量のコンテンツが出てきます。で、その中で、じゃあちょっと時期を絞ってみたいなっていう時に、もちろんですね、そのサーチツール、その検索のツールの中で、その時期を絞るっていうこともあるにはあるんですけれども、それよりももっと細かく検索する ために、この検索欄に直接打ち込むこともできます。どういうふうにするかというと、アフターコロンとビフォーコロンを使う。で、アフターコロンで、まあ、例えば20年20、2011年2011スラッシュ03スラッシュ11からにすることによって、2011年3月11日以降のコンテンツで、かつ、ビフォーコロン2011スラッシュ04スラッシュ01で、まあ、大体3週間の間に、 投稿されたコンテンツというものを探すことも可能です。で、ここまでいろんなこのサーチオペレーターについて解説しましたけれども、これ全部覚えるの大変だなって思った人のためのツールもあります。それが Google Advanced Search と呼ばれるツールで、あの、下の方にあるんですよね。この下の方にあるセッティングの中から いけますで、ここの、そのアドバンストサーチっていうところのページに行ったらですね、サーチオペレーターで使うような、そのどのサイトのものを調べたいかとか、そのどのファイル形式のものを調べたいかとか、いつからいつまでのものを調べたいかとかですね、そういったものをかなり細かく設定して調べることもできます。で、これあのもちろんですね、えー ラップトップだけではなくて、スマホからも同じ機能が使えるので、あの、ちょっと細かい調べ物がしたい。しかし、サーチオペレーターがちょっと思い出せないっていう時には、この Google Advanced Search、Google 高度な検索の機能を使っていただけたらと思います。これが今回のチュートリアルになります。さて、クイズの時間です。q u i z z c o m に行ってください。q、u、i z, z i z c o m ですね。あの、 ラップトップでこの動画を見てるという方は、ぜひあのスマホなどを使って別のデバイスから入ったらクイズの答えが送信しやすいかなと思います。で、今からですね、えー、この2分以内に、今あのタイマーが動き始めたと思うんですけれども、この2分以内にこの q u i z z c o m に行くようにしてください。で、その2分が終わったらもうすぐにクイズを始めます。 で、あのー、この quizzes.com スラッシュジョインのところに行くとですね、そのコードを入れないといけないので、そのコードを入れたら、そのクイズの方に行きます。で、その際ですね、そのニックネームの入力も必要となります。で、このニックネームは、この全体のチュートリアル、今回だけではなくて、ずっと同じものを使って、で、成績も記録するので、ぜひ、あの、忘れない名前で、 で、必ず同じものを毎回入力するようにしてください。で、実際クイズが始まったら、その、もういきなり問題が出ます。で、問題は英語で出てくるので、それで僕が日本語ではこういう意味ですよっていうことを、あの、説明します。で、その間で、まあ、早く、3分間以内に答えると。 早く正解した方が遅く正解した人よりも高い得点が与えられるので間違えないようにかつ正確に答えてみてください。今日チュートリアルで説明した内容を使えば必ず答えが分かるようになっています。で、あの、いや実は自分英語読めなくて検索結果英語で出てくるのでという方もですね、あの、その言われた通りにやれば英語分からなくてもあの読める。 わかるような、この出題の仕方になっているので、そこはぜひ、あの、安心してですね、あの、やってみていただけると思います。まあ、ただですね、まあ実際も、 本来言うと、やっぱりあの作業って英語がちょっとでも分かった方が、あの、やりやすいっていうことが、このファクトチェックってすごく多いんですよね。まあなぜなら世の中の情報、特にインターネット情報の多くは英語で流れているので、何か情報を検証しようっていう時にも役に立つので、そこら辺はあの、ちょっとあの、英語が分かる人の方が、あの、えっと、有利かなというのは思います。 それとあとクイズが終わったら、あの回答もお知らせしますので、そのままぜひ、あの、とどまっていただけたらと思います。さて、3、2、1、終了ですね。それでは、あの、クイズの方に行きたいと思います。それではクイズです。Google で、ピーチーズ、チャレンジをキーワードに、インスタグラムに2021年1月1日から6月30日の間に投稿されたコンテンツを検索してください。検索結果の最初に来る動画を投稿したのは誰でしょう dj ラップ dj クイック dj カリード dj ポール。それではこれから3分間のタイマーが動き出しますので、スピードも重要です。正確に、かつ早く答えを送ってみてください。こちら、今日習ったことを使えば、そのまま解けるかなと思います。まあ、ポイントは2つですね。えー Google Search Operator、その検索演算子を使って、このインスタグラムに投稿されたものだけを検索するにはどうしたらいいだろうっていう部分と、あとは時期の指定ですね。この2021年の1月1日から6月30日っていうことで、その時期を指定するためにはどの検索演算子を使ったらいいだろうというところ、この2つに気をつけたらいいのかなと思います。 それとまあもう一つはあの英語の場合はこのピーチーズとかチャレンジとかを検索するときにこの語を強調するにはどうしたらいいのかなっていうこともまあ考える必要があるのかなと思いますというわけでこのすごい重要なヒントを最初の1分間で言ってしまいましたがスピードも得点に絡んでくるのでできるだけ早く答えにたどり着き それを、えー、クイーーズイズドットコムの方にお願いします。これで大体今半分の時間が経過しました。僕 DJ にそれほど詳しくないのでもし各 DJ の名前の呼び方を発音の仕方を間違っていたら ごめんなさい。あとでこっそれ教えてください。で、あのー、ちょっと今回ですね、アジア太平洋でその共通して、あのー、実施してるんですね。なので、あのー、基本的には内容は日本語で伝えるものが多いんですけど、クイズに関してはその英語を基調にしたものが多いんですよね。なので、えっと、 ちょっと英語が苦手って方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、検索で出てくる結果を調べるだけなので、まあ、その点で言うと、あんまりその英語力の差は、このクイズを答えるスピードには影響しないのかなと思います。あと、まあ、今はそのえ翻訳ツールも非常に発達してるので、まあ、Google 翻訳とかもありますし、まあ、そういったものを積極的に使っていくっていう機会にもなるのかなと思います。 残り20秒です。まだ答えにたどり着いてないという方は最後急いではいお願いします10それでは終了です いかがでしたでしょうか皆さん、あの答えにはたどり着いたでしょうかこちら、あの、正確性だけではなくて、スピードも競われるので、あの、早く回答にたどり着いた方は素早く、あの、回答を送ったら、あの、良いかなと思いますで。それでは、あの、回答が気になる方もいらっしゃると思うので、これから答えを一緒に見ていきましょう。Google 検索を使って、ピーチーズですね。そして、チャレンジ。で、 サーチオペレーターの、えー、ドメイン検索ですね。サイトコロンを使ってインスタグラム .com を検索してみると。でかつ、えー、時期の指定が入るので、アフターコロンで2021スラッシュ01スラッシュ01。それと、ビフォーコロン。これコロンの前後に空白入れないはポイントですね。2021スラッシュ06スラッシュ30。で、検索をすると。 するとすぐ出てきますよね。インスタグラム投稿がずらっとその時期のものが出てきて、一番上に出てきたものは何かっていうところ。もう一つこのピーチーズとチャレンジっていうのを強調してやってみて、もう一回確認してみるっていうのも、これも重要な作業ですね。絶対両方入ってるもの。で、そうすると、DJ カリードが踊ってるところが出てきましたね。 というわけで答えはこちらでした。いかがだったでしょうかでクイズを楽しんでもらえたでしょうかで今後のチュートリアルとチャプターを通じて成績はこちらの,の bit.lee スラッシュ yvc2022 のところにどんどんアップデートされていくのでぜひこちらのウェブサイトの方ですねあの、ブックマークをつけて自分の成績を確認していってください。 で何か質問があればこちらにお寄せください。で英語でも日本語でも構いませんで。もし日本語でこちらに質問を送った場合にはそれが僕のところに転送されてくることになります。これで本日は終了です。またお会いしましょう。明日はソーシャルメディアの検索についてです。どうもありがとうございました。